CD で聴く前にアコースティックで聴、いてもらうっていうのを最初どうかなとは思ったんですけど、まあ、うん、まあ聴いてもらおうかなって、うん、まずはねお前そんなもったいぶるあれでもないんですけど、あ、まあなんだろうな、うーん、11月にイベントやってなんかいろいろ思うところがあって、うん、まあお客さんの言葉だったり、それは、うん、参加した人、参加できなかった人、いろいろな意見があったんですけど、なんかそれを見て感じた気持ちを、松井さんにお伝えして、はい、書いてもらった曲です。歌詞を書いてもらった曲です。では聴いてください。 EXACTLY。ありがとうございました。